関雲長が義の刃、この戦場にて示さん。今日こそ酒呑童子を捕らえるぞ。時は有限なのだ。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかぬ。本隊は正面から巨匠を攻めよう。無理はせず敵の注意を引くよう努めてくれ。その間別動隊は西より城内へ潜入する。密かに人質と酒呑童子を探すのだ。私でよいのか。ようやく気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。おのども、奴らを消し出せ。さて正妻はどこだろう。一人で寂しい思いをしていないだろう。どんな世界でも人は人を思っている。敵のこともここに正妻殿が囚われているはずだ。一部屋ずつ探していくしかないな。お前たちいつの間に。正面の舞台はおとりか。貴様を危険にさらすわけにはいかぬ。見張りが巡回しているようね。見つかると厄介だわ。慎重に行きましょう。脅威はどこかに隠れているのだろう。かくれんぼのようで楽しいな。すでに一度経験したこの戦い、今の私には全てお見通しです。本所ではあなたは列車が参る。驚異と申します。正妻という女性を探しているのですが、他にも囚われの女性がいると聞きます。ですがここには私だけです。くださるのですね。ありがとうございます。ああ、脅威。こんなところに私でよいのか。怪我はないようだな。友禅様、なぜこのようなところに。友禅様こそお怪我はございませんか。私は大丈夫だ。それよりも脅威が無事で本当によかった。未知は無事だったか。ああ、よかった。お市様が助け出されたか。正妻、本所である。本当によかった。龍禅様、私のためにありがとうございます。ところで、脅威がこちらに来なかったか。正妻を助けると言っていたのだが。これで人質は全員救出できた。あとは酒呑童子を捕まえるだけね。なに？わしの女たちが奪われたじゃと？いい！すぐに取り返せ！全軍進軍させろ！おねね様を救出できたなら本気で行かせてもらう。私でよいのか。拙者が参る。まだ美しい女がいるではないか。わしのものにしてくれよ。なぜこのようなところに。少し前に別の方に助けてもらった。なんとごめんなさい。でも憑依殿にも感謝している。我が栄達の道を阻む者は処分する。私を買いかぶらないでほしい。貴様ごときこの私が破れることなどありえん。虫けらめ蹴りつぶしておくか。私を買いかぶらないでほしい。貴様は即刻死刑じゃ。忌々しい！貴様は即刻死刑じゃ！しつかれた。歴史を討ち取ったわしの夢が主人に食いんな。そういえば気をつけた方がいい。そろそろ水地が逃げ出すぞ。酒呑童子も一緒のはずだ。ともかくあっさりやられるとは。ここは引いておくか。私でよい。おい、酒呑童子、このクズ。一緒に来るんだよ。私を捕らえるか。さて、改めて問おう。お前は何者だ？名は酒呑童子。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか？お前がその答えを持つというのか？いや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力すると。その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。よかった。勝てたようだな。